で、どうなってんのか、動画の方が、これが変換できてればいいんですが、まだ変換できてないような気がするのです。おお、変換できてないですね。じゃあ動画が溜まっちゃってますね。まあ、こうやってゆっくりスクロールしていきたいんですが、本当に容量使うなと思いました。相変わらず1秒 1MB 前後、1秒 800KB から1MB 前後の容量を使ってしまっていますが、こうやって撮っていますね。で、別にこれはどうなんだろう。画像の場合はこのままにしといたらどうなんだろう。画像が出てきましたが、1秒間に、まあ、300KB ぐらいになりましたね。やっぱり画像だとあんまり容量使わないんだな。ゆっくりスクロールしても容量使わないんだなというのが、ちょっと、納得できないんですが、画像の方がいろいろ容量が、画像の方が色などの情報量が多いので、スクロールしたら、容量を使うのかなと思うんですが、やっぱり文章をゆっくりスクロールするのが、すごく容量を使うなというのは、いまいち納得できないんですけども。そうですね。やっぱりこうやってゆっくり、まあ今このペースで、もう書いてあることを文字に読めるかどうかっていうのをやってみたいんですが、というと、まあこのスクロールのスピードで書いてある文字を音声で喋れるかどうかっていうのをやってみたいんですが、ただその前に、そうやってて読むのに夢中になっていると容量が過ぎてしまうというのがあるので、なかなか難しいところなんですが、もう 70MB になってしまいました。で、80MB になったらもうとにかく切ろうと思うんですが、まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫なんですが、まあ、このアフィリエイトのところは、ゆっくりスクロールしなくても、アフィリエイトだとあまり容量使わないんですね。1秒間に 200KB くらいの情報量というか、まあ、容量を使わないんですが、まあ、一回ここで切りたいと思います。80MB になったら一回ここで切りたいと思います。